さあサソリのいる四角いジャングルに飛び込んだニコラス・ペタス、食うか食われるか、どちらが生き残るか。第1ラウンドのゴングです。さあ本当に日本代表のニコラスですからね。そうですね、まあ、本当にあのねニコラスがあの北海道から沖縄までみんな応援してくれっていうのはなんかね嬉しいですよね。はい、もう本当にね北海道から沖縄までというふうに話してました。すべての人に感動を与えたい、応援してほしいと言っています。そうですね、でこの試合はですねもう本当典型的な空手対ムエタイです。はい、この膝です。この膝が怖いですから。イグナショフの膝、はい、身長が195センチ、ニコラス・ペタス180センチ、身長差15センチあります。イグナショフは落ち着いてますよね。はい、あのホーストなんかもですね、あ膝だ、これは急所です。リングに入っています。大きく息をしますペタス。アレクセイ・イグナショフ単調、しかし15センチの差となりますと膝が入りやすいですよね。そうですね、ニコラスはこの膝対策をどうするか、そうです、ね、ちょっと注目したいですよね。はい、さあ試合が再開されます。藤原さんはこの試合どういうふうにご覧になってますか。はい、あの入場の時も思ったんですけど本当にあのイグナショフ選手ってですね、サソリ男と呼ばれてるの本当に呼ばれてるのかと思うぐらいこう、うん、優しい顔して ね、そうなんですよね、もうあの見かけと実力が全然違う選手の一人だなと思います、うん、はい、今大会最年少23歳です。ただ本当にね放送選手も言ってるけど精神力が強いですよこの人は、はい、全然動じないですもんね、うん、その動じない強さに極真魂で対抗しますニコラス・ペタス。今のロキキーですね、はい、ペタスの右のローです。前蹴りを多用します。リーチ差があります。あ飛び込んできての膝です。ニコラスにとっては初めてやる相手だと思うんですよ、はい、さあこのムエタイスタイルをどうかわすか。だからもう本当にね30年前に極真空手がですね、はい、あの初めてムエタイに挑戦したみたいな感じですね。本当ですね、それがなんかオーバーラップするような試合ですよね、はい、ただイグナショフの方も谷川さんどうも空手家はやりづらいというふうに話してました、うん、あこの膝です。膝ですね、はい、この膝です。高い距離なんでブレイクします。かなり艦長イグナショフは膝を使ってきてますね。あのね離れてから蹴ったりですね、はい、瞬間的に飛び込んで蹴ったりですね、ニコラス選手気抜けませんよ接近した時は。本当ですね、うん、はい、でもねなんかニコラス選手ってねなんかアンディフグとダブるんですよ。ダブりますね本当ですね、なんか、身長とかね戦い方とか精神的なもんでね、はい、だからアンディもどんどんね大きい人倒してきてるんで、はい、やっぱ頑張ってほしいですよね。そうですね、やっぱりアンディフグ釣りのかかと落としが出ました。やっぱりフィリオ対ニコラスも見てみたいですからね。そうですね、 K-1 のリングでね、はい、極真同士の対戦というのも楽しみの一つであります。さあ残り時間がありません。ニコラス右のローキックがいいですよ、はい、ニコラスは右のローを多用してくる。そしてイグナショフはさまざまな角度から膝を使ってきます。これ、ね、後半戦ですよ。ここでイグナショフが倒したところ第1ラウンドが終了しています。ペタスは右のローキックを多用する展開で第1ラウンド終了です。アンディを彷彿させるかかと落としを繰り出したペタス、だがそれに全く動じることのないイグナショフ。空手対ムエタイという異種格闘技戦の様相を呈したこの戦いで、ペタスが活路を見出すのはやはり魂を込めたローキックというより下段蹴りか。第2ラウンド、そのかかと落とし再び見られるか。第2ラウンドです。ニコラス・ペタスのトランクスの左下には日の丸が縫い込まれています。僕は日本代表なんです、日本の皆さんに応援されて今日は試合に出るんです。本当に応援したいですね、そう話していました、頑張ってほしいですよね、はい、右のミドル捕まえた、いけません。あの第1ラウンド終了間際ですね、はい、首相撲からイグナショフが投げましたよね、ニコラス、K-1 のルールで投げは反則なんで、はい、本当は厳しく取ってもいいんですけども、ね、ただあれだけ気性も激しいんですよね、イグナショフって。なるほどね、穏やかな顔していながらね、もう喧嘩も強いですよこの選手は、そうですか、はい、佐野さん、ミノロ、はい、そのイグナショフですが、第1ラウンドって汗一つかいてないですね。そうですか、とにかくもっと膝を出してけという指示、で第2ラウンドは左のジャブも使いながらということです。マシケに、さあまだ汗が全く出ていないというイグナショフ。ニコラスはね逆に言うと、後半になればなるほど良くなるタイプの選手ですから、はい、あのスタミナはすごくありますしね、精神力ありますから、はい、
足にイグナショフは笑っている。まだ大丈夫ペガス、まだ大丈夫。うわ、止めた止めた。毒針が刺さった。一発でしたね、一撃でしたね。イグナショフの膝蹴り一発で決まりました。強いな。いや、影の優勝候補ですね。いや、一茂さん今の一撃、いやー、言葉がありません。嬉しいですね。あっ、離れ際ね。ただいまの試合、2ラウンド1分21秒。この膝です。青コーナー、この膝がペナスに入ってしまいました。KO勝ちです。戦慄の膝、それはじわじわ効く毒針というより一撃で試合を終わらせる狂気へと変貌していた。イグナショフを前にして頭を下げる、それは絶対にやってはならない行為。ペタスも分かっていたはずだが、イグナショフの仕掛けは巧みにその状態へと誘い込んだのか。鼻を骨折してしまったペタス、しかし下段蹴りをピンポイントで浴びせ続け一矢を報いた。この右膝です。が藤原さん、鼻にもろですね。本当にひょうひょうとしてて、毒針がずっとって感じですね。でもなんか冷静な殺し屋っていうか、倒しても表情一つ変えないですよね、しかも何か笑ったような感じに見えました。不気味ですね。怖い男です。アレッセイ・ウナショフ、影の優勝候補と言われる威厳がしっかりとくっきりと見えました。しかし青い目の侍、日本代表ニコラス・ペタス、極真魂は見せてくれたと思っています。